不透明雲とは、空を広範囲に覆ってしまう雲の中でも、太陽や月の位置がわからないほどの厚さがある雲のこと。高層雲、高積雲、層積雲、層雲に現れ、雲の透明度による分類である変種の一つ。逆に太陽や月の位置がわかる程度の厚さの時は、これを半透明雲と呼ぶ。学術名をポーコスは、ラテン語で、影のある、暗いという意味があり、 これにちなんで名付けられた。不透明鉱石雲不透明層雲不透明化。半島明らかの判断基準は、太陽や月の輪郭が判別できるかどうかの他に、太陽や月の光でできた物体の影の輪郭が判別できるかどうかといったものがある。空が不透明雲に覆われると、日中でも薄暗くなり、物体の影がぼやけて見えなくなる。空を覆う雲の厚さや雲の中の雲粒の密度、 雲粒の大きさなどで雲の透明度が変わる。不透明雲は半透明雲よりも厚く密度が高い傾向にある。観天暴気としては半透明雲は天候が崩れて雨が降り出す前日から数時間前に出現することが多い。半透明雲に比べて不透明雲の方が雨から近いと考えられる。また、高層雲や高積雲の場合、 不透明雲が空を覆っても、曇りとなるだけで、雨がやってこない場合も多い。高層雲は相当の厚みがなければ、不透明雲にはならないので、見られるチャンスは少なく、大抵の場合、半透明雲になる。層雲の場合、厚みのある霧の中では、大抵の場合、不透明層雲に見える。ありがとうございます。